速報、ロナウジーニョ息子にバルセロナ入り来た。元ブラジル代表フォワードロナウジーニョの息子にバルセロナ入りの可能性が浮上している。ロナウジーニョは2003年から2008年までバルセロナに在籍し、2度のリーグ制覇やチャンピオンズリーグ制覇に貢献。息子のジョアン・メンデスは父親の古巣であるバルセロナ U19 チームに加入するためトライアルを受けることに。顔まんま似てるな。歯は矯正したんだろうか。どうせ大したことないんだから日本に来いよ。ブラジル人はあだ名で登録するから父親と全然違う名前になるんだろうな。あんなに楽しそうに逆取る選手はもう出ないだろうな。スポーツの才能って、女房選びから考えないとめったに遺伝しないからな。難しいだろうけど挑戦だけならタダだ。普通のブラジル顔だな。息子イケメンなんだが。17での対談が自主的になのか能力的に足りてなかったからなのか。金欠貧乏バロンドーラー。取り戻したぞ。父よりイケメンな子なんか高青年じゃね。全然インパクトない顔だな。どこにでもいそうなブラジル人じゃん。これは可能性感じないわ。父親はイケメンってあだ名だったから、息子は逆に。バルサもコネで取るようになったらおしめえだ。レアルマドリード。ロナウジーニョはマジでスター性あった。プレイに加えて顔つきなんだろうけどいつも笑顔。なのに、レアルは顔で取らなかった。バルサもレアルにベッカム取られたので取った。プレイ集動画で一番楽しいのはロナウジーニョだね。地味だった頃の PSG に在籍。ピーク短すぎたよな。ブルーノ・マーズみたい。ロナウジーニョはあのテクニックで簡単に倒れないフィジカルもあった。ネイマールは転がりすぎなんだよ。イケメンは女に溺れちゃうからな。真面目そうな顔だな。子供いたんか。ロナウジーニョにストイックがあったら最強だったな。サッカーにストイックじゃないやつのプレイスタイルじゃん。リオのビーチでサッカーやってるような。だから世界中で人気があった。瞬間最大風速時のロナウジーニョとロナウドが2トップを見たかった。4歳差なんだけど全盛期が被ってないのが残念。トライアルからのし上がれるチームじゃないだろ。ジーニョのプレイは神。メッシよりもうまい。親子2代でレジェンドってイタリアのマッツォーラ親子くらいかな。ベロン、マルディーニとキエーザ。ベッカムをレアルとバルサで争奪戦して負けたバルサがロナウジーニョをマンユーと争奪戦して負けたマンユーが19歳のクリスチアーノ・ロナウド取ってベッカムの7番を与えた。